2番手に取り手に入れます。3番手に今度は川端、しまった、川端当たってしまった。大湯俊樹が弾き飛ばされました。いないですね、リプレイです。ちょっと無理があるかな。大湯選手がコーナーにアプローチをしていたところにググッと入ってきました、ね、80。さあ今ダンロップコーナーの一部始終を見てみたいんですが、はい、まずここで大湯選手に当たってしまった川端選手なんですが、ここです、ね、ここです。宮田選手もさらにインに飛び込んでいて川端選手と接触。川端選手はこれ両方にダメージを負った。